はい、こんにちは、勝間団です。さあ、ということでめちゃでかこちら、ドン、絶対に出たくないトランセルということでプレミアムバンダイから届きました。価格は、お値段は3万3000円だったかな。はい、もう冬はね、特に終わってもう夏になるっていう時ですけども、今日はね、撮影日が4月29日かな、祝日、ゴールデンウィークに入るという時にめっちゃね、雨が降って寒いですが、うわすごい、トランセル出てきた。すごいわ、出てきたガチトランセルだ。すげえ、マジでトランセル、でかっ、うわすごい、めっちゃでかいんだけど、ん？どっちが頭だ？ん？トランセルってどっちが頭だっけ？こっちだよね。でかっ。ちょっと画面に収まりきってないじゃん。どうしようね。でかすぎなんですけど。でかすぎなんですけど。何かっていうと、この中に入れるんだよね、多分。どうやってやるんだっけこれ。絶対に出てくる、ちょっと調べよう。もうなんかこういうシリーズすごいけどさ、普通に入るんだ、入るだけだ。3万5000円だ、高い。でもなんかさ、これさ、どういうこと？あ、中からも閉めれるようになってる、チャックが。これさ、ホームページ人入ってるけどさ、入れる本当に？入れる。入れる入れる。ここ湾曲してるから難しいな。来た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 。あ、こういうことね。こういうことか。なんかすごいわ。あのね、出たくないというか、足、これよいしょ、あのね、足がね、これ身長でかい人無理。俺168センチだけど、168センチでようやく足がほんとギチギチって感じだから、かなり身長が低い人じゃないと厳しいかな。あ、まあでも確かに絶対に出たくないかもしれない。これだって多分背中寄りかかってるからってわけじゃないでしょ、これ多分。あ、背中寄りかかって、痛い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 。背中寄りかかってるから寄りかかれてたんだ。これ起き上がるの難しいよ、これこのトランセルの状態で起き上がるのすごい難しいよ。腹筋すげえ使うんだけど、今これ寄りかかれてるから、後ろに壁があるからこうやって寄りかかれるけど、これないと、ないとあれだわ、ないと
あ、でもなくてもまあまあ角度いけるわ。え、マジで腹筋すごい使う。ちょっと妻でも呼んでみようかな。あ、奥さん来れる？ちょっと来てみて。段ボールあるな、来れるかな。どんな反応するかちょっと見てみよう。ちょっと見てみて。え、どうするのこれ。あ、どんな反応するか見たいから。段ボール取って、頑張って。何それ。絶対に出たくないトランス。やば、やばいでしょこれ。35,000円。触りたい。ああ、内装はこんな感じ。俺のあのスーツみたいな、よく着てる。でクッションが中にあるのよ、なんかでかい、ほらこういう。え、すごい、入りたい。お、じゃあ入る？いいよ。でも結構ね、え、すごいじゃん、足置けんのこれ。足置けるけど、ちょっとね、ギリギリなんだよね。すごっ、はい、モザイクしてね、顔。え、やだよ。え、やだじゃん、こんなボサボサ頭。なんか、あれだね、やっぱ外から見るとすごいね、これ。カットしてないじゃん。いい代物だね。え、すごっ、うん、そっちアイカツの味あるから気をつけて。受ける。え、入りづら、うん、倒れちゃうじゃん、うん、そうだね、うん、体硬い人しびれなくない、うん、え、そこで難しいの、湾曲してるから。何何これ、どうなってるの。ここ、まあ、ちょっとこうくって、ダブルジップ、うん、中からも閉めれるように。え、ちょっとだから難しい。うん、それ外から行った方がいい。ほんとだ、うん、そうもうプロじゃん。うん、あ、こうなってんのね、トランス。うん、そうすごい審査に見てる。あ、うん、これ結構倒れちゃうじゃん。そうなの、後ろにね持たれないと。そう、あれ、これがないと壁が。え、超面白いじゃん、何これ。写真で撮ってやるよ。これ玄関でさ、こうやって待ってたいね。びっくりするよね、絶対、うん、でも何か分かんない、人が入っちゃうと結構すごい、うん、これ全部閉じたいね。そうなんだよね、出ちゃうんだ。うん、まあ、死ぬからじゃない。あー、そっか。一応おもちゃってことなのこれ。どうなんだろう、まあ、家具、家具じゃないでしょ。え、クッションいいね。うん、そうなんだよね。これからライブ配信これでやればお尻痛くなんないんじゃない。まあね、確かに。わーい、いや、もう俺この段ボールにしまう気満々だけど。え、なんで。まあでも汚れる心配がないからいいか、室内だけだし。まあでもよかった、好評で。え、これいいじゃん、めっちゃいい。うん、だから生地がいいからいい、こんな感じの見た目だよねって。立てないでしょ、だってこれ多分入って。これ人泊まりに来たらさ、うん、布団の代わりにこれでって入れるね。寝心地いいもん。寝れないよこれじゃ。
あれ頭入んない？入るよ。うん、こうやって入れれば。今動画のために出した本当に不思議そうに見てんね。立てないよなこれ。ここまでしか限界だね。うん、無理だ。面白い。よかった。今までのなんかでかいポケモン買ったシリーズの中で一番いいかもね。そう、カビゴもいいじゃん。あれは公式だけど一応あれセルタンっていうクッションメーカーのだから。あ、そうなの。うん。はい、一緒に。入ってみたら。でもどうすんの？うん、関東でもう編集するからいいね、さっきの。焼いちゃおう。写真撮る。そこにある。焼いちゃおう。困ってるね。どうしようって感じになってるね。キョロキョロしてる。暑いね、この中ね。パサ？振る？うち。なんかでもおとなしいね。あの状況把握できてないね。ねえ。おいで。よいしょ。よし。まあでもこれで生放送いいかもね。うん、ちょっと斜め上からになっちゃうけど、うん、きっとそのまま寝ちゃうんじゃない？あったかいから、ね、かなりあったかいよね。うん、夏無理。うん、肌見てる。緑だしね。いや冬絶対いい。もう冬はマジでいい、最強のアイテム。ほんと出たくない。でも確かに寝れるよね。でも気づいたらこうコテンって多分ドンって倒れる、ね、こっちに。危ない、そこはしごある。こうなってるよね。そしたらもうこうやって出てくるしかない。またフリーフリー。見てないのかよお前。でもこれネタとして使えるんじゃない？ほんとバタフリーの羽みたいなの作ってさ、お面したらさ、こうやって中に入っててさ、いいんじゃない？フリーってやったら。はい、ということで今日は絶対に出たくないトランセルでございました。すごくいい商品です。もう今多分買えないかな、予約限定だったから。第何時まであったんだっけかな、これすごいあったんだよね。誰か動画で出してる人いいのかな。絶対に出たくない。あ、出してる人いない。え、いないの？俺だけだ。あ、いた。あ、いたけどこれあれだ、買ってない、情報として出してるだけで。やってる人いない、本当に。はい、それでは。止めれないから。確かに。